じゃあいよいよ始まります。はい、今回やるのは中野劇団さんのお客様相談センターです。裏豆腐店の深川瑞穂です。脇本遥と申しますいよいよ本番でございます。はい、どうですか、意気込みは。意気込みは久々の演劇なのでちょっと頑張ってやっていこうかなって思います。頑張りましょう。はい、私も頑張ります。はい、じゃあサクッとやっちゃいますか。はい、行きましょうやっちゃいましょう。はい、はい、こちら株式会社凹凸お客様相談センターでございます。私同じマンションの隣の401号室の松島って申しますけど。はい、お電話ありがとうございます。すいません、ですね、勝手に隣で相談センターを開かれて困ってるんですが。お困りということで、相談センターを開かれてお困りに。電話の音がね、もうなんでマンションで相談センターなんか開いてるんですか。しかも24時間対応してるし。24時間という点においてでしょうかね。24時間と言いますのはですね、お客様の相談にいつでもお受けできるというふうにですね、最初は9時から9時までだったんですけど、お客様のご要望を受けまして、やはり24時間にしましょうってことで24時間対応させていただいているということなんです。いや、わかるんですけど、お宅一人でやってはりますよね。一人、回線だけめちゃくちゃあるでしょ。聞こえてるんですよ、一人で対応してるのが。音が聞こえてうるさいから電話してるんですよ。音がうるさいという点においてですね、一人やったらなんで電話何個も並べてるんかなってずっと鳴りっぱなしでしょ。そうですね、何個も並べているという点がちょっとおかしいなと普通に考えて。ごもっともでございます。その点に関しましてはですね、そうしましたら担当の者に代わらせていただきますので。担当って？お客様少々お待ちいただけますでしょうか。お客様少々お待ちいただいてよろしかったでしょうか。待ってますけど。大変申し訳ございません。そうしましたら少々お待ちくださいませ。この人の声しか聞こえてへんかったよ。なんでマンションで相談センター開いてるの。絶対担当おらへん。てか、なんでこの曲。お客様。大変お待たせいたしました。ほら、担当の者がですね、今ちょっと席を外しておりまして、また担当の者からは折り返しお話はさせていただきますので、とりあえずもう一度ご相談についてお教えいただけますでしょうか。さっき言うんだよ。はい、隣なんでずっと声聞こえてるんですよ。毎日ってお宅の声しか聞こえないんですよ。声がですね、一人でやってはりますよね。一人という点で。点で、じゃないよ。まず、要点整理しますね。こんな壁の薄い部屋でお客様相談センターをなぜ開いたのか。壁が薄いのはなぜかという点においてですね。その前に、なんでここでやってんのっていうのと。立地の問題ですね。まあ、そうやけど。で、一人でやってますよね。え？一人でやってるのになんでこんな回線多いんかって、無駄でしょ。いや、なってはどれ？なってはどれ？してまして。いや、全然取れてないやん。めっちゃバランス悪いやん。てか、いつもこんな調子なん？この電話も繋がるまで一週間かかってるね。何回もリダイヤルで。てか、これ切ったらまた繋がらへんようになるやろ。そうですか。しかも24時間対応言うて、自分より帰ってるやろ。はい？帰ってるやん。こちらスタッフシフト制になっておりまして、私は帰らせていただいておりますけど、24時間対応しておりまして。できてないから。いや、夜中も鳴っては取りしてまして。してないやん。私そんなにやからずっと聞こえてるねん。全然対応できてないやん。他の人全然出えへんでイライラするだけやん。かけさせるだけかけさせといてやな、出えへんやん。他の電話も私みたいなクレームなんちゃうん。自分すっごい自分無駄なことしてない？すみませんが、もう一度。はぁ？だから、なんでこんな壁の薄いマンションの部屋でな、相談センター開くんやって言うてんねん。自分でやって自分でクレーム作ってるやん。雪だるま式にどん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 クレーム増やしてるやん。いや、
ですから私どもとしましてもできる限り対応させていただいておりまして。こんなマンションで相談センターなんか開かんといてくれって言うてんねん。ずっと電話鳴りっぱなしでほんま寝られへんねん。なんで一人でやるの。一人という点で。点でとちゃうやん。回線多いの無駄やん。鳴りっぱなしで今も鳴ってるやん。せやから声もよう聞こえんし。声の問題があると根本的にそこでやること自体に問題があるって言うてんのやめてくれへんかって話を。要するにかしこまりました。上の者に伝える点としては。上の者とかおらんでしょ。立地の問題と壁が薄いという点と。いやだから出ていく言う話やん。出ていく出ていかないという問題についてということですね。私の方では判断しかねますのでその点については元か担当の者に重々伝えておきますので。そんなね、のらりくらりやられても上等手段やっていうの分かってるから。もし全然返答なかったら大家さんに言うんで。そうしますと失礼ですがお客様もう一度ご相談についてお教えいただきますでしょうか。言うたやろ。あのではご連絡先お教えいただいてよろしいでしょうか。連絡先0712-34-5677-8。はい、かしこまりました。ていうか隣やねんから来いや。私めっちゃ怒ってんねん。させていただいてよろしいでしょうか。昔より持ってきてってすいませんでしたってなるやろ。客様申し訳ありません。あの復唱させていただいてよろしいでしょうか。ほとんど意味ないからもう。0712-34-5677-8。待ってください。5677-8。あーはいはい、こちらでよろしかったでしょうか。あーそうそうやけども。そうしましたらお客様のご都合のいいお時間帯は何時頃がよろしいでしょうか。またこちらから担当の者がお電話させていただきますので。いやだから来てもらったんでインターホン押してもらったら出るから。そんなもん。あそうですか。いつでも来て、いつでも来てくれたらええから。だって私いつでも寝られへんねんもん。申し訳ありませんがお客様と個々にお会いすることは規定でできないって決められておりまして。隣やん、会えるやん。個々にお会いするのはトラブルの元になりかねませんので規定でできないことになってるんです。なんでやねん。ほんま何のためにやってんの。ほんまに私の立場になってくれる。ってかこっち住んでみて。いや私どもとしましてはお客様の立場に立って。そうそうそう、せやから変わってやん。ええからいっぺん来てよ。では改めてまたお客様相談センターに関するご相談対応センターの担当者がお電話させていただきますので。何それ、それはまた別のセンターってこと。そこが最初から全部聞いたらええんちゃう。ありがとうございました。ついに終わってしまいましたね。終わりましたね。ついにいかがだったでしょうか。まあ、ね、楽しんでもらえたら一番いいなと思います。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、感想は。感想は久々に演劇がやれて楽しかったです。で稽古とかズームでやるのはすごい初めてのことだったので、初めてのことたくさんでなんかいろんなことを学べた気がしたので、ちょっとそういうのを活かして日常生活でもなんか頑張っていこうかなって思いました。すごい楽しかったです。ありがとうございました。 ありがとうございます。なんかちゃんとしてる。よいしょ。ちゃんとしてる。はい、今回ですか。はい、まあ、2回目のリーディングだったんですけど、私的にはちょっともうあのプレッシャーは個人的には嫌だなと思っております。いやでも稽古とかまあなんかコロナ禍っていうのもあったし、ズームでオンライン稽古やったりとか、まああのね遠方の方とつながったりとかするのがまたそれも楽しかったりして、演劇自体は、まあ、いつも通り楽しく自由にやってたので、まあ結局はまたやりたいなって思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。